ヨハン・ハインリヒ・カルティンバック、ヨハン・ハインリヒ・カルテンバッハは、ドイツの植物学者、昆虫学者である、ケルンに生まれた、ブリュールの教員養成学校で、教師になる教育を受けた、1815年から教師として働き始めた、教師の仕事の傍ら自然科学の研究を行い、植物学をフィリップ・ビルトゲン、昆虫学をアルノルト・フェルスターに学んだ。 昆虫の生態や行動を研究する応用昆虫学の創始者と目されるようになった。アーヘンの実用科学協会やシュチェチン昆虫クラブに参加し、ウィーインド植物協会などの会員にもなった。著書にアーヘンの植物があり、800以上の植物について記述した。応用昆虫学の分野では、植物害虫の分類がある。アーヘンについての地理、歴史の著書も多く、 ネイチャー・ジェマソン・アンテリクト・インデア・アート・クンデイ、レイ・ギル・ウングズ・ベイト・サーク・アーヘン、ベイク・バイザー・フュア・レーラー、レイ・センデ・ウント・フロインデ・デア・ハイマト・クンデイや、レイ・ギル・ウングズ・ベイト・サーク・アーヘン、ベイク・バイザー・フュア・レーラー、レイ・センデ・ウント・フロインデ・デア・ハイマト・クンデイなどがある。長年にわたる植物学の貢献に対して没する、前年に、石州勲章を受訓した。カルトンブは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハンハインリヒカルテンバッフ派を示すのに使われる。ありがとうございます。